こっちの場合はこうやってすぐ抜く。俺たちいつかやるピロスケ副社長。今日もいよいよ2段を持ってる、はい、ピロスケ剣士にですね、はい、13年ぶりだっつ。いろいろね、ここ刀についてまた聞きたいと思うんですよ。またですか。お、はい、前回、まあ、構えの意味を説明したんですけど、次はですね、この刀自身、いろんな箇所があるんですよ。反りだったりとか、峰だったりとかあるわけです。あるあるある。この刀の部位、はい、はい、これには全て意味があるんです。おお、はい、これを聞けば、日本刀がなんで切れるかが分かるという、ちょっと興奮するやつですね。気になるね、気になるね。はい、それを説明したいなと思います。お願いします。まあ、刀の部位、いろんな名前ありますけども、ちょっと多すぎるんで、一部だけ、今回は。はい、それ説明で、ちょっと理屈的になっちゃう部分あるんで、ホワイトボードを使って分かりやすく説明します。 OK、 お願いします。では、まず、はい、反りでございますね。反り、あ、じゃあ反り、なんでついたかっつったら、まず刀っていうのは、もう馬上の戦のために反らしたんですね、そもそもが。おー、はい、これ反らすことによって、基本的に刀って引き切りなのよ。はいはいはい。だから、衝撃こうやって分散できるの、こうやって。おー、はい、ロングソードとかまっすぐだと、突きとか、要はこう叩き、ガーンって衝撃当たるものだったらいいんだけど、もう刀は切るだから。なるほど、はい、スーッと横に、ね、スーッといきやすい。そっちの方が、要は分散できて、折れにくい。おー、はい、で、それもいろいろあります、うん、はい、こちらなんですけども、まず腰反り、中反り、まあ胸反りとも言います。で、先反りっていうのがあります。うん、刀の面白いところって、時代によって全然タイプが違うの、使い方とか。まあ、時代のな、はい、やっぱ戦の形態によって違ったりとかするからな。そう、じゃあまず、腰反り、平安末期から鎌倉頃、要はこの時っていうのは馬上での戦が主流だったわけ。はいはいはい。だから、腰から反ってるっていうことは、もう曲がってるわけでしょ。馬上からこうやって走ってる時にスパーッて出す。ほうほうほう。こっから曲がってる方が、はいはいはい、これ長がってるんだよ、ここ、うん、これ反ってるじゃん。反ってる、ギューンって言ってね。はい、まあ、必ずするとこうなってるわけでしょ。うん、だから馬走った状態でそのままぶつかってスポーンってくる。ああ、はい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 、うん、だからこう手首をひねる必要がない。手首をひねる必要もないし、入れたらそれだけ強くなるし、考えられてるんですね。考えられてるね。はい、じゃあ次です。中野です。うん、鎌倉から南北朝時代、この時って武士が力を発揮しだしたっていうか、まあ偉くなってたんですね。まあ台頭してきたというか、武士社会になってきたから。で、中から反った方が、言ったらかっこいいというか、威厳があったの。要はもう見栄えが良かった、中から反った方が。うん、はいはいはい。まあ要はなんか尊敬を集めやすいということか。はい、で、南北朝時代っていうのは長い刀がとにかく増えてた。おー、はい、そうなると、要は中から反らした方が切りやすいの。はい、うん、要は馬上じゃなくて陸上戦増えたから。はいはいはい。先反り、はい、先を反らすこと、先反り、まあこれも先反りなんだけど、どちらかというとね、この時代になるともう馬上で刀使うってことほぼほぼなくなってくるわけよ。はい、そうなると、まあ、馬上から落とされた時とか、言ったら敵から逃げる時とかあるじゃん、こうやって、うん、その時に瞬時に抜ける方がいいのよ。刀っていうのはこうやってからこう抜くから、うん、はい、こっちの方が要はこうやってすぐ抜けるの、はい、江戸時代の後半とかはもう反らなくなってくるの、あんまり。うん、まっすぐになってくる。はい、なんでかって言ったら、まあ、戦がほぼないから、もう。ああ、はい、太平の世だったな。あの時代って、言ったら、しない稽古が増えたの。そうなると、扱いやすいって言ったら、まっすぐの方がいいわけ。はいはいはい。あ、そういう理由でもあるんだ、あれ。はい。その時代によっても抜きやすいし、切れやすい。これが、まあ、反りですね。あ、これ、胸って言います。胸。はい。じゃあ、この峰、何の役割を果たしてるでしょうか。そりゃ、お前、峰打ちだろ。はい。違うんですよ。本当の理由は、ここって熱いでしょ。熱い、はい、うん、ここの重さがあるから遠心力がついて切りやすい。そうなの。そう、重ねが高い低いってあるんだけど、うん、それってここの幅と、ここの、うん、まあ、峰のこの胸、これが要は太かったり低かったりする、はい、それによって斬撃力を上げてる。そんな理由はすごい、ね、そうそうそう。あ、じゃあ次は、しのぎです。はい、しのぎを削るっていうのは、ここら辺が削れるぐらいの戦をしてるから、しのぎを削るって言います。バチバチやってるの。はい、まあ言ったらこれ山田になってる分、分かりやすく言うとね、はい、ギュってなってると思うんですよ。そう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 。切るときって、まっすぐじゃないの。要はこう広がっていくわけよ、切るときって。あ、はい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 、はい、だから、将棋がこう流れるようにこう広がってくるわけだから、うん、まず切れやすいし、折れにくいね。うん、うん、将棋が点じゃないから。で、反らしてることによって、もう斬撃力、さらに衝撃の吸収、そしてこの峰の重心力でさらにパワーを上げてるっていう。どんだけ切りたいんだよ。本当
ためにも結集させたみたいな感じだな。そうで、これを作るのって相当難しい。これは日本人のね、技ですよね。鉄はフェライトという鉄の組織で形成されています。しかしこれでは炭素量が少なく柔らかいですが、熱すると炭素量を多く含むことができるオーステナイトという組織に変わります。でも気圧や気温の変化で炭素量が少なくなっていきます。なのでその炭素量を逃さないために水につけて急冷却して閉じ込めます。するとマルテンサイトという強力な鉄の組織に変わります。この工程で鉄の粒子が変わります。それが刃先や地肌に模様として浮き上がることが通称刃文です。これですごい切れて丈夫な刃になります。これが折れず曲がらずよく切れる日本刀の刃でございます。以上を踏まえて再度ご覧ください。そして日本刀は土置きっていうよ。土置きですね。うん、熱するのよ。そしたら土置いた部分だけさ、熱の通りが違うじゃん。それによって先だけ頑丈にしたりとか切れ味を上げたりしてる日本刀って。何その技術、本当に気持ち悪い。刃文で分かるのって、まあ、まあ切れ味っていうのは何となく分かるじゃん、うん、もう一つは扱いやすさ。この扱いやすさ何って話じゃん。日本刀って日本人の体格に合った武器なの。単純に丈夫な刀作るのって太い方がいいのよ。で、日本人体格ちっちゃいでしょ。でかすぎたり重すぎたりしたら触れないわけ、うん、他の国と比べてさ、でかくないの。まあ小柄だわな。で、筋肉量も違うじゃん。そうなると丈夫にするには何がいいかなって考えた結果、この炭素が違う鉄、これを混ぜることによって強力にしたの日本刀って。そこに目をつける。これは日本刀の断面図だと思ってください。これ表面が皮金っていう丈夫なやつです。はいはい、はい、これ中が血金って言います。柔らかい鉄です。はいはい、はい、硬い鉄に中に柔らかいのを入れることによって要は柔軟性上げてるの日本刀って。何それ。いや、鎧の下に座布団を入れるとさ、食らうダメージって少ないじゃん。まあまあまあ、衝撃力は弱まるのかな。そういう感じ。へえ。これもあって、これもあって、さらにソリとかミネとかいろんなやってるでしょ。うん、どんだけ切りたいのって思っちゃうよね。本当だよ、変態だなおい。ツバです。ツバ、はい、ツバっていうのはどういう感じでしょうか、イメージ。いや、なんかその敵の剣がこう行かないようにするみたいな。はい、いや、イメージあるから。確かにそれもあるんだけど、一番重要なのはそこじゃないんですよ。重要。はい、ツバがないとさ、敵をこう突いた時ってズルッとくる手が。あ、そうか。はい、うん、車走って急ブレーキするとグーってなるじゃん。うん、そのシートベルトみたいな感じ。はぁ、なるほどね。もう一つが全体のバランスを整えるためのツバなんですよ。バランス？はい、時代とか職人によって刀の形って違うわけじゃん。で、統一されてる部分って刀身よりこの長刃の方が細いわけよ。うん、はい、ハンマーわかる。ハンマー先が重くてさ、細いでしょ。こう強力な攻撃を打てるけどさ、何回も何回も振ってたら手首痛めんじゃん。うん、そうかもね。ここに真ん中に重りを入れたらさ、バランスがちょっと良くなるじゃん。おお、その全体のバランスを整えてるツバなんです。へえ。はい、この溝、これ火って言うんだけど、うん、はい、西洋ではフラって言います。これは、ね、要は、これをやることによって軽量化、日本刀の、はい、扱いやすさ、うん、そしてもう一つが敵をこう刺した時って要は、お腹ボンって叩かれたらグッて力入るじゃん、うん、それと一緒に筋肉がキュッて縮まるの。うんうん、抜きにくいでしょ。ああ、そうね。だから吸盤みたいにさ、あれ隙間入れるとさ、ポッと取れるじゃん。取れる。だからこの隙間を入れて血流し入れることによってスポーンって抜きやすくなってまあなかなか、まあなかなかな理由でございますね。うん、あ、これ使い手ですね。はい、この白い部分何か分かる？白い部分何それ。はい、サメの皮って言われてるんですけども、実はエイの皮です。エイの皮を乾燥させたものです。これあんま知られてないんだけども、うん、この使い戸の下の部分に和紙が入ってるんですよ。へえ、なんで？あの学校とかで椅子でさ、座布団敷くじゃん。く痛くないでしょ。うん、それと一緒だと思ってください。ああ、はい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 。さらにこれ日本人らしいなって部分が、使用済み、炭で使用済みの和紙を使うのがいいらしい。なんで？虫除けになるらしいです。おお、そんなお得な、あ、そんなお得な機能もついてるのかよ。いや、俺もそれね、調べたときびっくりした。はい、ということで、ああ、日本刀がなぜ切れるか分かったでしょうか、少しでも。分かりました。はい、どんだけ切れてんの。本当に変態技術だよ、これ。ああ、だから日本刀は、うん、折れず曲がらずよく切れるっていうのはこういう理由が。なるほど。ああ、
まだ紹介しきれてない部分もあるんで、そこ意味あるんですけど、また次回で。ということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方よろしくお願いします。脇構え、発想とか下段っていうのってメジャーじゃないじゃん。この3つの構えって、戦国時代、要は甲冑かぶってる構え前提なんだよ。